リーンルート1イミルの探索をしているところです。やっとシーズンパスをどうダウンロードしたらいいかっていうのに気づきまして、発売日に配信されたやつを今とりあえず持ってるって感じですね。リンくん対し服、登り旗セットなんて4つまでもあるね。で、自己主張パネル、これ3と4にもあったんだっけ。私は買わなかったけど、なんか基本的にあんですって君は俺がもらうとこあるんだけど。結構ゲットオーバーザバトラー、結構あるね。基本的になんかこう、オーカランブオーカランブってなんだろう、ダンバンさん的なあの初期な感じでやりたい人なんで、あんまつけたがらない人なんですけど、変なのはね、合ってるのはいいんですけど、戦艦の私服とかねすごい好きだったんで、ああいうのはいいんですけど。おお、黒服がある。大私服ね、これなんか発表された時みんな盛り上がってたね、かっこいいって似合ってるじゃんリンくん。バナナセッヘッド、スイカヘッド好きね、こういうの。キウイヘッド、あー美味しそう。登りはたりベール、あーなんか大地区に合ってますね。トールズ、あー4つずつ入ってて計12個っていう意味なんだ、なるほどな。ゼロの通常戦闘局の名前ですね。君は俺がまだこれ動くんだねノエルさんに放ったあれでバンシーが対するな死刑のやつね、これこのセリフ好きですね戦さんのあれね。愛しのオーレリア様、これなんだろう、大爆死どういう意味だろう、結構これ言おうかも私。最推し、あ、4かもこれ、なんでだろう、ここここ、え、これ本当に動いてんの、本当だ、へえ。あ、なるほど、ハイスピードモードにしてたから早かったんだ、へえ。4からへえ。これはあ、エフェクトになるね、キュン、あ、間違えた、キュンシーン、ビキビキ、そしてエフェクト、あー、オーカランブキラキラ、あー、うわめっちゃ中二めっちゃ中二、なるほど、ちょっとどうしようかなどうしようかな登り旗か、トールズに何がつけれる、トロピカルか、ちょっとこれでウロウロしてみますかで、こっちはこの先出る必要ないな、私この格好でアッシュに話しかけたくないな、とりあえず宝玉館行くか。はい、お姉様、何かしら何かって聞きましたけど、はい、その何かを待ってその格好で言われるとなんかこう時代的ななんか雪積みの旅人みたいな感じになってるけどいや格好って大事なんだね、格好って大事なんだねえ、宝玉館にいらしたあるお客様から告白をされた、誰だろう、私が知ってる人、私の思い寄せて交際を申し込まれた、え、なんかこうこの格好で聞くとすごい王政の何かに見えるんですけど、リン君、年末には戦場での傷を癒しに来たという猿貴族の方がプロポーズを、あー、それは別の人ってこと、え、モテるね、最近そんなことが多くてなんだか気が重い、そっか、
うーん、スタイルもいいし。リン君、視線。リン君。視線よ、どこ見てるの。もしまとまれば、小さい頃から世話になったパープルさんが里の外に嫁ぐわけか。時の流れを感じるというか。リン君。今も何人かの方が手紙を送ってくださるのですが、一体どう対応すれば。大変だね、モテるって。個人的にはリン君のその反応が、ああなるほどね、リン君の反応がすごい、なんかなんだろうな、男の子なんだねっていう。この格好でアッシュに話したくない。ちょっとごめん、ちょっとハスは。ヤッホーアッシュ、何すんの、スケボーする、一緒に。適当にぶらついてるだけだ。こっちの雪はまだだいぶ残ってる。里の人たちも山道はめったに使わないからな。雪かきすることもないから溶けずに残ってる。なるほど、ケーブルカーがあればそれそうか。何か気になるのか。前に雪山でやる遊びについて小耳に挟んだことがあってな。お？お？なんつったか、あ、スノーボードのことか。それだそれ。専用のボードの上に乗って一気に麓まで滑り降りるっつ。こんだけ雪が残ってりゃまだできんじゃねえのか。おー、アッシュやる。興味持ってくれて嬉しいが、それは無理な相談だな。そうなん。確かに麓の方はかなり雪が溶けちゃいたが。あー、なるほど、そういうことか。ちょっと雪が足りないって感じね、スノボをするには。残念残念残念だね、アッシュ。冬にまた来ればいい。その時は俺が滑り方を教えるよ。あんたなんかあっという間に超えてやるぜ。ほう、大きく出たな。こう見えて俺は全コースのタイムトライアルを制覇してるぞ。そうだぞ、制覇してるんだぞ、千の奇跡2で。あんたも妙なところでこだわりがあるっつうか。こっちとララクウェル出身だ。遊びに関しちゃクイーフジにした時期だってある。いわば遊びのプロだ。機械が鍛え方が違えんだよ。楽しみにしてるよ。何かかけるというならアッシュが卒業してから。うん、春先とはいえやっぱり山は冷えるな。クルトに勧めたばかりだが、俺も温泉で温まっておくか。なるほど。ゲー。ねえ、アッシュ喋らんかった。女の子だけなんかな。あれ、クルト君喋ってないか。あ、クルト君喋ってない、女の子だけだわ。アブゾービといやクローパイセンもランドルフも結構得意だったよな。いつかトールズ連中で誰が一番遊びに通じてるか決めんのも面白いかもな。あー、遊び云々はともかく、リン君連れてっちゃったらちょっとリン君キャーキャーになっちゃうから、みんな負けちゃうんじゃない。そっちかって感じだけど。書き事は卒業後。めっちゃ見たいな。なんかやっぱ私は女なんで、そういうなんだろうな、男性ならではのノリっていうのは体験できないことではあるから、羨ましくもあるよね。うん、ということで放浴館。うん、温泉に入る。さてさて、誰かいるみたいだ。もう脱いでる。早速クルトが入りに来たのか。誰だろう。ああ、そういえばクレア少佐いなかったね。そうだそうだ。クレア少佐、すいません、まさかあなたが入ってると思わなくて。リンさん、うん、そんな声かけないで帰ればいいのに。そんなところに立っていると体が冷えてしまいますよ。せっかくですし、久しぶりに二人で話しませんか。じゃあお言葉に甘えていきますか。うん、今だからこそ話せることもあるかもしれないしね。
うん、もうリングに慣れっこですから。てかめっちゃ綺麗になったね。もうなんかもうちょっと狭いイメージだったけど、すごく広く感じる。昼だからかな。先ほど父も触れていましたが、 TMP 大忙しのようですね。働きすぎて体調崩したりしてませんか。いいな、温泉入りたいな。露天風呂入る機会なかなか勇気が出ないんだよね。外に出るって勇気が出ない。マット、あと私なんか目が悪いんで、あのメガネなしで入るとなんだろう、いろいろ見えなくて怖いっていうのがあって、なかなか露天風呂に手が出ないんだよな。軍事縮小のフォローに加え、組織再編が重なってかなり慌ただしくはある。なるほどね。まあ確かにね、組織再編。 TMP と情報局は政府直属の立場を失った。あー、直属の立場を失ったか。あのリシャール大佐が自分の独自の民間団体を作ったみたいな不便さっていうか、そういう認識でいいんかね。軍とは違う立場から国民を守ることに変わりはないと。 TMP は正規軍に統合されるわけではない。レーグニッツ臨時代表とバンダイク元帥の意向もあって、そこは回避された。勢力争いの火種になる可能性も否めない。おお、軍とは異なる指揮系統を持った抑止力になるものは必要。なるほどな、確かにね。そうよね、なんか監視じゃないけどね。なるほどな。ちなみに卒業生である私を含め、各界に強い影響力を持つトールズのネットワーク、そのつながりにもまた別の視点を持った抑止力の役割が期待されてる。あー、なるほどな。そのトールズの次代を育てる俺のこの仕事も責任重大というわけですね。ほんとね、すごいところにいるね、リンくん。リンさん。はい。なんでしょう。なんでしょう。今更かもしれませんが、本当にありがとうございました。クレア少佐、祖国のこと、ミリアムちゃんのこと、こんな私と向き合ってくれたこと、そしてオズボーン閣下の真の望みを叶えてくれたこと。あ、このような言葉だけでは足りないことも承知しています。それでもリーさん、あなたに直接伝えておきたかったんです。俺にはもったいない言葉です。結局は自分のためにやったことでもあったし、一人では成し得なかったことですから。いや、だからいいんじゃんだからいいんじゃん。そう思えるのもあなただからですよ、リンさん。こう言うと調子がよく聞こえるかもしれませんが、え、なになに。こうしてまたクレア少佐の笑顔が見られただけでも頑張った甲斐があった気がします。いや、それは本当に思う。それは本当に同意だわ。あなたという人は本当に、本当クレア少佐幸せになってほしいもん。心の底からも。そういえばもう一つ。何何。今のリーンさんに聞いておきたいことがあるんです。はい。今度は何ですか。あなたは今ちゃんと幸せですか。私はね、本当にそれをもう、なんかリンクの幸せってなんだろうってすごい考えるときある。忙しくはありますけど、もちろん幸せですよ。自分のこと、クローやミリアムのこと、正直誰一人欠けることなく黄昏を乗り越えられるとは思いませんでした。それは本当にそう思うね。もちろん望んでいたことではありました。けれど心の底でどこか叶わないと諦めていた気がします。そうね、私もその気持ちがないと言ったら嘘になるな。いくつもの別れもありましたが、今もこの先も大切な仲間や教え子たちと共にあり続けられる、
あなたも含めて、うん、もちろんクレア少佐も含めて、その幸せを噛みしめている自分がいます。本当？本当？それが本当なら私は嬉しいな。よかった、リンクの口からそういうのが聞けて。そうですか。でもちゃんとではありませんね。ちゃんとではない。あなたは頑張った。自らが消えてしまう可能性や仲間を失う恐れ、肉親との別れも乗り越えて、うん、大切な仲間や多くの人たちと共に黄昏に打ち勝ちました。うん、かけ根なしに世界の危機を救ったと言えるでしょう。うん、ですがその結果得られた幸せとは別に、いえ、幸せだからこそ感じる影がある。ほう、そうではありませんか。参りました、さすがクレアさん、全部お見通しですね。あなたの言う通り、俺は目の前の幸せに戸惑っています。手を伸ばせば確かに触れられるのに、それを受け入れきれない自分もいる。俺が戦争初日で犠牲になった人々を差し置いて、黄昏の引き金を引いた張本人である俺が、本当にリン君、リン君、果たして幸せになっていいのか、許されていいのか。幸せになっちゃいけない人なんていないよ。こんなこと私に言えた義理はありませんが、それを決められるのは他ならぬリーンさんだけです。そうだよね、誰、他の誰に言われても自分が納得しないと本当の納得ってないもんね。そうなのかもしれませんが、リンくん、私も同じです。うん、同じだからこそわかるんです。うん、最初にリーンさんから働きすぎではないかと心配されましたけど、私は多分食材のために必死に働いているのだと思います。うん、それは大丈夫ですよ、リンさん。これでも私、計算は得意な方なんです。ちゃんと自分に問題がないような線を引いて頑張っていますから、うん、無理はしていません。そうだね、そうだね、そこはなんかわかる気がする。リンさんやミリアムちゃんたちの幸せを見守りながら何かを成し遂げるたびに、私は少しだけ自分を許すことができるでしょう。今すぐは無理でも、少しずつ少しずつ、そうやって自分の中で折り合いをつけて許して、いつかきっとまた自分を好きになれる日が来るはずです。そうだね。なんと言いますか、大人ですね。ずるいだけです。いやー、でも俺はリンク、リンさんには難しいでしょう。あなたはどこまでもまっすぐだから、こんなやり方では自分を納得させられないかもしれません。それでも無理難題だと分かっていても、どうか自分の幸せを受け入れてみてください。本当に本当に、クレアさん、それにリンさんがちゃんと幸せにならないと、私も自分を許すことができそうにありません。それはそれこそずるいですね。ええ、ずるい大人ですから。何ですか、誰ですかね。ちょっとめっちゃいい話してるのに3人ともか、空気読んで入ってこなかったんだねうわ、女子かもう一緒に男子も呼んでき比率があれだから。それにしてもさすがクレア教官だな。私はリン教官に話を聞いてもらうだけだったのに。いや、そこはもう年の子ですよし、立場も違うしね。めっちゃいい
子で言ってるけど、なんでもう何とも言い難いこの感じ。なんでもゆうなさんは教官のお背中を流したいそうですよ。ちなみに私は経験済みです。かつて私が差し上げたように言っちゃう言っちゃう。ピッピッ、そんなこと思ってるわけって今なんて言った。ミュゼさんが教官の背中を、ハレンチです、フラチです。否定はされないんですね。まあリンク嘘つけないからな。経緯がありまして、私は膝枕も背中を流すも見ました。はあ、ヒリンがひとしきりなじられた後、少ししてクルトとアッシュも露天風呂に合流し、やった一行は改めてイルミールの温泉を堪能しリフレッシュするのだった。めっちゃいいイベントだったな。いいイベントっていうか、なんか本当にリンくんがどう思ってるとか、なんか自分の本心語ることってあんまりないから、聞けるのすごい嬉しいと同時に、なんか本音と建前のギャップっていうのかな、なんかそこに寂しくもあるし、いやーいやー、でもそのね、そんな人生答えなんてないから、ここでね何かこう正解を見つけようっていう方が傲慢かもしれないね。そういうのを探しながら生きていこうっていう話ですね。はい。うん、ほんとね、羨ましいね。シュバルツァーが温泉マニアになったのもうなずける。お、理解してしまった。だろう。うん、時間となります。参りましょうか。やっと来ましたね、本題が。私たちユミルに呼び寄せた目的、渓谷道に何かある。ほうほう、ほいほい。編成メニュー、そう、さっき気づいた。え、これライドの時あったんかな。ちょっと十字ボタン押してた記憶はないな。これめっちゃいいね。なんか1034も右でアーツが使えるとか左で道具が使えてたんかなとかあったけど、全然使う機会なかったけど、これはもしかしたら使うかもしれないな。交代ん、え、これ何、戦闘中のやつじゃない。なんで今言ったの。 クロスのあれ、これ言うべきところじゃないん。だから右ボタンってこれでしょ。今の戦闘だよね、完全に。交代のチュートリアル聞かなかった？あら、変わってる。あ、中から出てきたんね。はい。なんか、旅館ってやっぱり食べきれないぐらいの量だって言うよね。食べきれない量を出す。だから食べきれない、本当に私は小食だし。あー、冒頭にあったマテウス・バンダールの話ですかね。はい、私ちょっと PV とか CM とかは一切見てないんですけど、登場人物はちょっと見る機会がありまして、まあ、それでマテウス・バンダールが出るっていうのを知ってたっていう感じですね。ちょっと一旦止めます。ほい、これはマラソンですね。ほい、民家、こっちが変わってるかな。外は変わってそうだけど、エリゼの話、あ、変わって、あ、変わってる変わってる。ずいぶん美人揃いじゃない。特別な関係って。赤くなってるけど。ちょっとねえ、なんなん、なんやろ、なんかこう進展、なんだろう。なんだろうな、この反応。エリゼちゃんもう大変だよ。大変だよ。おい、今の聞いたかよ。ここまで来ると一体誰に同情すればいいのやら。私ももはや何て反応したらいいかわかんないっす。
るんかい。ちょっと報告しちゃダメだよ、もうおばちゃんってば。はあ、よーしよーし。いやすーん、なんだかな。うん、はい、ありがとう。そしてこの二人、アルフは夢見すぎなの。相変わらず辛辣ですね。うん、そう、牽制になったんだよ、リン君。すごくない？あー、確かに。そうだよね。そうだわ。弟子に入れてもいいっていう話でしたね。俺に弟子入りか。オーデンを授かった時に今後弟子を取ってもいいって言われたわね。ドキドキ。剣士というのは何も剣を振るう人間だけじゃないんだ。まず剣士としての心意気を身につける。あー、なるほどね。剣の道に憧れる子、気持ちはわかる気がする。まあ、クルト君は家柄ね、約束されてる感じはあるけど。あのお嬢さん、あ、チルルちゃん。でもなんかこう変わった者同士通じるものがありそうですね。はい、あ、ルナちゃんじゃないですか。珍しいものがいっぱいある。同じ商品なのに色が違う。どうしてどうして。エクレアが美味しい野菜の見分け方。あー、なるほどね。でも商品叩くのはあんまり私はどうかな。はーい、ありがとう。もういいかな。はい、ルナちゃんお使い中みたいですけど。うん、私もお使いやった気がする、駄菓子屋さんに。ちゃん行かないの？ね。あ、そうだよね。西通りだから顔見知りだよね。そう、すごい偶然っていうか、まあね、女神の導きというか、ファルコムの導きというか。うん。妙な胸騒ぎ。2週間生きていける程度の装備は整えたはずなのに。何かを見落としている。なかなかの強者。うん、このレベルの胸騒ぎは大陸中東に遠征した時、大砂漠で砂嵐に巻き込まれた時以来。なんちゅうこと。すごいね、チルルちゃん、もう冒険者だね。うん。あっしゅう。うん。あ、ありがとう。さっき教えてもらったやつだね。携帯食、おにぎりな。お腹空いたな、今まさに私は。そっか、三色おにぎり、三足おにぎり。なるほどね。さあ、引っかかりまくっておるが、そろそろ終わりますか。ちょっと途中だけどまだ。はい、というわけでここまで見てくださってありがとうございました。